番分かりやすいのは安全でして、重大事故をゼロにしようという目標にしています。 GHG 排出の問題もこれはみんなで、もう本当に地球上のみんなが協力してやれば必ず減らせるものだと私は思ってますので。サスプロをご覧の皆さん、こんにちは、奈良ひとみです。皆さんちょっと後ろにこう目がいっているかなというふうに思うんですけれども、そうですね、今日は日本郵船さんにお邪魔しております。日本郵船さんのですね、サステナビリティのお取り組みをお伺いできればなというふうに思っております。で本日はですね、長谷川さんに来ていただいております。自己紹介お願いいたします。日本郵船株式会社の長谷川です。 ESG 経営企画チームの事務長をやっております。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。御社ではこう ESG ストーリーみたいなところをこう対外的に出されているかなというふうに思うんですけれども、一体それってどういったものなんですかね。はい、当社では ESG を経営戦略のど真ん中に置いております。ただこれは口で言ってもなかなかお伝えするのが難しいので、ストーリー仕立てにしてで、作っております。一番分かりやすいのは安全でして、安全は一丁目一番地ということで、こういった大きな船を動かしているので事故を起こさないと、それを第一に心がけています。現在地球規模で異常気象というものが進んでますとですね、私ども海象気象っていうんですけども、はい、気象条件や海のコンディションというのが非常に荒れてきまして、普段だったら起きないようなところでも事故が起きやすくなってしまうんですよね。なので地球温暖化を止めるっていうことは船の運航にとっても非常に大きな影響がありますし、また港とかですね、倉庫のそういった陸上の現場でも事故をいかになくしていくかというのは、これはもう経営課題の中でも一番大きなところなので、重大事故をゼロにしようという目標にしています。御社の子も事業自体がそのもう物流を運ぶみたいなところなので、まあ、そういったところをこう皆さんのこう生活をこう守るというか、そういったところがこう ESG につながってくるみたいな感じですかね。あ、はい、そうですね。当社の事業は平たく言うと裏方というか、皆さんが見えないライフラインを支えるインフラの一部になっておりますので、でもそのインフラというのは巨大なこういう船とかそういうものを動かして支えている人が中にいまして、でそれが全部当社グループの社員であり関係者なの で、なのでみんなで安全を第一にやっていこうと、そういうことをしています。そうですよね。何をこうするにしても人みたいなところが大事になってきますもんね。他にこう何かこうやっていらっしゃることってあったりされますか。はい、環境、特に脱炭素戦略というのは当社の ESG の大きな戦略の中で柱になるところです。2050年に、GHG をスコープ1、2、3合わせてネットゼロにしようという目標を掲げています。でこれはですね、当社グループ その年間1100万トン出している、CO2 をどん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 20年代30年代にこう少なくしていって、はい、で最後どうしても残ってしまう部分はカーボンクレジットや森林とかそういったものを使ってオフセットしていこうと、それでネットゼロにすると、そういうかなりまあ野心的な目標を掲げております。ネットゼロっていうのはちょっとなんか聞いた話によると、その企業さんの中でこう森林だったりとかそういったところでこう二酸化炭素をこう吸収していって、こうゼロだったりこうマイナスにしていくみたいなところがあるっていうふうに聞いたんですけど、まあ、そういうようなこうイメージでやっていかれるということですか。あ、はい、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、まず地球温暖化ガスの絶対量を極限まで減らすと、はい、でこれは私たちみたくこの船から出ている分はもう極限まで企業努力で減らしていきますと、はい、プラスマイナスゼロになればいいので、はい、例えば森林を増やしてそこに吸収できる CO2 の量が増えればそれでプラスマイナスゼロになっていきますし、はい、その吸収する分の方が多ければカーボンネガティブという状態なんですけども、はい、さらにいい効果を生み出すことができるので、まずはこのスコープ1に当たる部分を極限まで減らすと、それを目標にしてます。ネットゼロをこう目標に掲げていらっしゃると思うんですけど、やっぱこうゼロ
にしていく、この世の中にこうたくさん二酸化炭素がある中でこうゼロにしていくっていうのはすごいあのことだなっていうふうに改めて今お話聞いて思いました。先ほどお話ししていただいたこう ESG ストーリーをじゃあ実際にこう実現をこうしていくためにこう取り組まれていることみたいなことってあるんですか？あ、はい、ESG 戦略委員会で会社の大きな方向性は話すんですけども、うん、実際には一人一人の社員が自分ごとにしていかないとなかなか進んでいかないということがあります、はい、当社では ESG ナビゲーター制度というのを引いてまして、はい、今年で3年目になります。 ESG ナビゲーター制度、はい、あのナビゲーターというのは、はい、船の上だとあの航海長といってですね、はいはい、海図チャートを見て船 の, この進路をキャプテンと話しながら決めていく係なんですけども、うん、はい、実際に ESG を進めていくというのは、うん、まさにそのナビゲーターに当たる、うん、そういう社員が必要だなと思って、あの ESG ナビゲーター制度を作りました。その ESG ナビゲーター制度にこう選ばれた社員の方たちが指揮を取って一緒にこう向かっていく先に行くみたいなイメージですかね。そうですね、実際は今これは今20代の若手社員がほとんどでして、はい、で全50部署いるんですけども、はい、SDGs というのは学校では習うと思うんですけど、はい、実際に自分の仕事としてどう結びついているのかというのは、うん、これはね難しいんですよね。難しいですね。自分もこうやっぱこうどうつながるのかって遠いこう未来のことだと思っちゃうなというふうに思います。ただ2050年というところを考えると今の20代の社員がシニアになっていくという、うん、はい、そういう未来のことを考えるにはやっぱり若い力が必要なので、このナビゲーターというのを任命しています。そうなんですね。そこのこう成果だったりとか実際にこうどういった声が上がっているのかみたいなところってあられたりするんですか？はい、この制度今年で3年目になりまして、延べ経験者でいうと180名ぐらいになっています。やっぱりいろんな声が上がってきまして、で今年は特に社外からの声をもっと聞きたいと。社外からの、はい、あのうちの会社がやってるこの ESGK っていうのが会社の外からどういうふうに見られてるのかと、はい、そういう声がまさにこれもナビゲーターから上がってきましたので、ナビゲーターズダイアログというのをやってるんですけども、はい、そこにはいろんな会社の方に当社にお越しいただいて、でうちではこうだよとか、あのこういうふうに見えるよと、そういう話をしていただいてます。最近このダイアログに来ていただいた方でこう印象に残っているこう企業さんとかってあられたりするんですか？あ、はい、あの先日世界的に有名なあの飲食の企業さんに来ていただいたんですけども、はい、もうサステナビリティの世界ではもうトップオブトップのような企業さんだったんですけども、うん、当社グループの事業というのはいわゆる B2B が中心でして、はい、B2C というのは客船事業以外にないんですけども、はい、私たちが実際に身近に接している企業さんの活動をまさに生の声をお伺いすることで非常に強い刺激を受けました。違 う, こう業界とか業種の方からお話をこう聞くっていうのはすごいあのなんて言うんですかね、自分にとってもこういい企業にとってもこういいようなあの発見があるっていうような感じなんですかね。そうですね、あの SDG のお題というのは、うん、あの当社だけじゃなくてもうほとんど全ての企業が今取り組んでいると思いますので、まあ、この大きな目標に向かってみんなで頑張っていこうというその具体例をご担当の方から聞けるというのはこれはすごくあのいいことなんじゃないかなと思います。今後このサステナビリティとかっていうところに対してじゃあ長谷川さんはこうどういうような思いをこう持たれているのかっていったところをお伺いさせていただいてもよろしいですか？はい、これは個人的な思いなんですけども、うん、はい、SDG の理念である誰一人取り残さないと、これを本気で実現するために次世代の礎になりたいなと思ってます。私は今までヨーロッパや中国のあのいろんなナショナルスタッフと働く機会があったんですけども、はい、サステナビリティの目標というのは地球共通というか、はい、もう、そうですね、全世界共通の目標なのでそれをみんなでちゃんとやっていきたいなというところがあります。でもう一つは若い世代の方は知らないと思うんですけど、はい、オゾンホールの問題っていうのが、オゾンホール、はいはい、私が学生の時はすごく
大問題になってまして、人類が出すフロンガスの影響でオゾン層が薄くなって、どん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 そのオゾンホールが広がっていると、これは大変だということだったんですね。その後にフロンガス規制というのが始まって、つい最近そのオゾンホールが前ほど大きくなってなくてちっちゃくなっているという。ちっちゃくなっている、はい、これはもう科学的にも確認されました。GHG 排出の問題も今はこうしてもうどうなんだろうって皆さん思ってると思うんですけど、これはみんなでもう本当に地球上のみんなが協力してやれば必ず減らせるものだと私は思ってますので、そういったことを通じて世界中でですね、この SDGs というのを体現していきたいなと、そういうふうに思っています。本日お話をお伺いさせていただいて、まあ、企業こう全体がこう世界にこう目を向けていらっしゃるといったところがあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういったところでしかこう見えないことでしたりとか、あとはこう環境を良くしていこうといったところでネットゼロという目標を掲げてこう取り組んでいらっしゃるですとか、あとはこう ESG ナビゲーターといったところをこう制度として若い世代の人たちとこう一緒に未来を目標をこう達成していこうみたいなところのこう熱いお話をお聞かせいただきまして、ちょっと今後の未来が明るいなっていうふうに、はい、感じました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私は ESG を実現させるために大事なことは2つだと思っています。1つはサイエンスリテラシー、科学的事実に基づいてきちんと論理的に考えるということ、そしてもう1つはエンゲージメント、社員一人一人のモチベーションを高く持って、これは情熱的に働くということです。この2つは一見相反するもののように聞こえるかもしれませんが、車輪の両輪のようにこの ESG というものを前に進めていくために必要なものだと思っています。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。